ス、バキュンバキュンのレジ君です。ということで、まずはこのポロシャツを見てくれ。なあ、気づいたか？ラマに人が乗ってるんだよね。そしてこれを見てくれ、俺のスキン、ポロ。靴の裏にもポロ。ラルフローレンコラボしたスキン、先行入手ありがとうございます。先行配布ですね。で、ということでね、僕はね、一つ思ったことがある。なんて自分はバカなんだと、そんなことを思った。なぜならね、この画像にもある通りね、ラマって別に乗れないなんて誰が決めたの？だって、ちょっと待って、考えてみてくれよ。みんな、狼乗れます、イノシシ乗れます、車乗れます、ラマ乗れます。ということでね、全プレイヤー、フォートナイト全プレイヤーが見落としていたラマに乗ってみた、これをね、実際に検証していきたいと思います。ということで、まずはラマを探そう。いました、いました、いました。あ、待って、見つけた瞬間だったのに、ありえんて。ちょっと待って、一回見てほしいよ。ここにラマがいるんで、こんな感じよ、こんな感じ。ラマ、はいはい、これも完全ね、ポロシャツと全く同じ状態ですね。ちょっとタイミング悪かったな。何、俺今グリッチ使った？狼、お前の力を貸してくれ。えいや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 ラマに乗れるのか。まあ、T シャツ、ポロシャツではラマに乗っていたので、おそらくね、みんな気づいてないだけで乗れるという。え、こいつ目が動いている。ほら、もうやっぱりどう考えてもね、ラマ生きてるんですよ。もしかしたらフォートナイト史上初めてラマに乗った男になるかもしれない。後ろから首を重くきつかむ感じでいくよ。あー、ごめん、びっくりした。俺が一番びっくりした。せーの、はい。あー、ちょっと嫌がった。今落とされたよね。まあそんな嫌がるなって。おい、嫌がるな。これ体重が足りない。まあまあ落ち着いて。あ、そっかそっか、ポロシャツでも叩いてるから、ラマを叩きながらラマに乗る。おい、乗れねえぞ。ちょっと乗れないんだけど。ねえ、あのポロシャツ嘘ついてんじゃん。あ、分かった。このくるくるの状態で。あ、乗れねえよこいつ、何なんだよ。いや、それにしてもこのスキンかわいいな。レーダーっぽい、レーダー系統スキンですね。フォートナイト、ポロ、そしてね、膝のところにね、馬のマークがあるんですよね。これはラマなのか馬なのか、どっちなんだ。男の子のスキンももらったんですよね。かっこいい、めちゃくちゃガチレーサーって感じするわ。見て、ラマ、このグライダーもめちゃくちゃかっこいいよな。おい、ウェイ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 、ブガッティじゃないの。ちょっとごめん、すまない、本当にみんなごめん。動画の途中だけど、これかっこいいわ。今から買いに行くわ。